いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2007年モデルポルシェケイマン S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのバンパーボンネットに若干の飛び石があり、左リアのアルミホイールに小さな刈り傷がございます。またリアバンパー左側の下側の部分若干の擦り傷があり、右リアクォーターにとても小さなへこみがございます。それ以外特に目立つ傷はございません。いずれの傷にしましても小さな傷ですのでご安心いただければと思います。外装色はアークティックシルバー、インテリアはブラックレザーの組み合わせでございます。こちらのケイマン S はスポーツクロノパッケージをはじめオプションが非常に充実しております。またケイマン S 上級グレードとなりますので走行性能も格段に向上しております。ヘッドライトはキセノンのヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールはケイマン S 純正18インチのアルミホイールが装備され、レッドキャリパーも標準で装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。またケイマン S になりますと、マフラーは2本出しのマフラーが採用されておりますので、よりサウンドもお楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.4 リッター水平対向6気筒エンジン、馬力は295馬力を誇りますので、ポルシェらしいパワフルなドライブをお楽しみいただけます。フロントリアともにラゲッジスペースをお使いいただけますので、実用性も兼ね備えた1台です。では続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはオプションでブラックのフルレザーが採用されております。運転席側若干の使用感はございますが、大きな傷汚れ等はございません。また乗り降りしていただくステップの部分、運転席助手席ともにカーボン調のシートが貼られておりますので、こちらも傷増なく綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ティプトロニックのモデルでございますので、スティアリングのこちらのボタンで自由自在に変速をお楽しみいただけます。オプションでクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。スポーツクロノパッケージが搭載されておりますので、センターの部分はクロックが埋め込まれております。ナビゲーションはストラーダ製のナビゲーションが装備されており、テレビもご視聴いただけますので、ご遠方へのドライブも楽しんでいただける1台です。またオプションでシートヒーターも完備されておりますし、オートエアコンも完備されております。エアコンパネルの部分よく剥がれベタつきが見られますが、こちらのお車に関しましては一切見受けられず、非常に綺麗な状態を保っております。合わせてスポーツモードも装備されておりますので、よりスポーティーな走りもお楽しみいただけます。シフトは5速のオートマチックのシフトが採用されております。つながりもスムーズですので、ポルシェらしい滑らかな加速をお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2007年モデルポルシェケイマン S スポーツクロノパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約3万3000キロ走っておりますが、内外装ともに良好なコンディションを保っております。マストオプションのスポーツクロノパッケージをはじめ、シートヒーター、ナビゲーション等快適装備も充実しております。大変人気の高いモデルでございます。オプションも満載に取り揃えられた早い者勝ちの1台でございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。